皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もパーキングジャム 3D で遊んでいきます。さあチャレンジですね、行ってみましょう。41ですか、40ですか、あ、40ですね。さあ行ってみましょう。55移動ですね。いやー、先ほど夜ご飯焼き鳥食べたんですけど、テイクアウトですね。結構効果多いんですよね。出店じゃないけど持ち帰り専門の焼き鳥屋さんとか、そちらで買ってきて食べたんですけど、皆さん何味が、何味じゃない、焼き鳥、何でしたっけ、何が好きですか、そう、何が好きですかと。何味でもいいんでしょうけど、焼き鳥の種類ですよね。いや、私はもう普通に皮で、あと、あ、福岡、そう、豚バラってのあるんですよね。焼き鳥って鳥って書いてあるのに、なぜか豚バラ、豚ちゃんが人気なんですよ。美味しいですよ。あと皮とかもそうですよね。塩味とタレ味とかあるんですけど、大体2種類ですかね。私はタレ派ですね。皆さんどちらが好きですか？まあ、地方とかによってはあれですかね、他の味とかあるんですかね。なんか愛知とかだったら味噌系とかみたいな感じもしますけど、いやー食べてみたいですね。あ、間違った、あ、普通に間違った。どうしましょう。こちらのお母様、あ、ちょっと待って待って、焦っちゃダメ焦っちゃダメ。あと16位でしょ。2468と245だから、あと1回、ミスることできますけど、これ後ろでしょ。あ、これ、こっち、左からいける。で、これを通して、これも通して、これも通りますね。さあ、あとは、ちょっとあれですよね、緊張すると声が上ずっちゃいますけど。よし、これでいけそう。あとはこのお母さん。よし。瞬間移動しましたけど、よーし、クリアいたしましたね。危なかった。残り1移動でしたね。ということで、今回の動画以上とさせていただきます。他にもゲーム実況をたくさんお出ししてますので、よかったらなるほど店のチャンネルの再生リストからたくさん動画ご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。